さて、それではこちらナノテクノロジーマットコロンひんやりマットですよ。でさっき買ったお皿のお食事マットにもなるっていうことで、ゴロゴロしたりとかして、珪藻土なんで湿気とかをね吸収してサラサラもしてる。暑い時のひんやりマットにもなるということでね、うちのくゆちゃんは毛がね多いので、まあ、真夏はもうサマーカットを、まあ、自分でするんですけど、私がね家でね残切りカットしちゃうんですけどね、くゆちゃんね。ちょっとでも今の時期蒸し暑かったりするのでひんやりしてもらえたらなと思って買ってみました。開けるぞ。ひょっ、お裏側だ。あ、見てくちゃん、かわいいよ。いいですね。クー様、こちらにどうぞ。クー様、ゴロゴロ行ってないで、こちらどうでしょうか。はい。あ、クーちゃんのサイズ的に小さい。クーちゃんがでかすぎる。クーちゃん、どうですかこれ。まあね、食事マットにも使えると思うんで、くーちゃんが乗ってくれなくてもいいですよ。いいよ、乗らなくてもいいよ。でもこれ良くない、くーちゃん、ほらサラサラだよ、見て。はい、あ、嫌がってる。あ、どうですか、どうですか、こちらちょっと触るとひんやりしてるんですけども、ちょっとサラサラもしてますけども、今日はちょっと雨も降ったりとかしてジメジメしてるからすごくいい日だと思うんですけど、どうですかくちゃん、どうですか。ちゃん眠いの、この上で寝たらどう。珪藻土ってどのぐらい水をあれするんですかね。ペッペ、あ、すごい、ペッペ、あ、すごいすごい、あ、いいねいいね、くーちゃんいいね。これでちょっと誘導してみようかな。ペッペッペッペ、あら、あら、くーちゃんひんやりですか。あ、いいんじゃないですか、どうですか。どうですか、優しい。手震えちゃった。なんと、なんていい子、使ってくれるんですか、使ってくれるの、くーちゃん使ってくれるの、くーちゃんありがとう、よかったよ、買った甲斐があったよ、くーちゃんありがとう。いいじゃん、くーちゃんいいじゃん、ちゃんと収まってるよ、あら、かわいいね。くーちゃんお尻ちょっとはみ出てるけど収まってるよ。
いいじゃん、いいじゃん。気に入ってくれましたか？いいんじゃないですか？とても。やりました、皆さん。よかった、嬉しい。これでちょっと快適に過ごせるといいね、梅雨をね。ねえ、ちょっとひんやりして除湿とかのね効果もあるみたいなんで、めっちゃいいですよね。あ、よかったよかった、くーちゃん、よかったよかった、いいじゃん。ひんやり使ってくださいな、ありがとう。見てんの？かわいいね。